はい、ゾーンパートナーズの大森です。今回はですね、木をね、こう植えたりとか、まああとね、植えたり、あとね、そのプランターでね、なんか育てたりとかね、言った時にですね、どういったところに置いたらいいかと、それがですね、朝日が当たるところに置いてくださいねっていう風な感じで、大体のね、時はですね、こう案内するんですけれども、それがね、なんでなのかっていうようなね、感じのお話をいたします。なぜね、朝日が重要なのかというようなね、感じのお話ですね。まあ最後まで聞いていただきましてね、あ、なるほど、そういうことかというふうな感じでね、納得していただけたらなと思っております。チャンネル登録もあるですよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでね、早速話していくんですけれども、木はですね、基本的にその日がね、こう当たってですね、その日が当たったことによって光合成をして、根っこを伸ばすために、養分、糖をね、作っているよというふうな感じでね、葉っぱで作られた養分を根の方にこう送り返していると。で、その送り返した根がこう伸びていって、伸びた根から、地面の中から水分だったり養分だったりっていうのを吸い上げているというふうな感じになってます。で、その葉っぱがですね、光合成するのに一番ね、その重要な時間帯っていうのがですね、実は明け方から午前中っていうふうな感じで言われてます。で、これがですね、光合成が盛んになる時間帯というような感じでね、もうどの木でもそうだよと。いうような感じでね、考えられているというふうな感じですね。で、そのですね、光合成するときにですね、そのね、こう葉っぱがですね、こう起き上がる。もう目に見えてね、起き上がってるよっていう風な感じのね、木もあったりするんですよ。で、それね、この、なんていうんですかね、膨張させてね、このぐーってちょっとだけね、上がってね、日がね、こう当たりやすくしてると。で、それでね、いっぱいね、こう光合成して、夕方ね、午後になったらね、だんだんこうね、垂れていくという風な感じのものもあったりしてですね、まあ分かりやすくね、光合成してますせと。いう風な感じでね、思うものもあるというような感じですね。ですんで、基本的に光合成が盛んになった方がですね、木は成長するという風な感じになってですね、成長した方がですね、木はね、元気になるよという風な感じになりますんで、基本的には午前中ね、朝日から午前中の日が当たった方がいいよ。で、午後から夕方ぐらいにかけてはですね、そういう感じで、この頻繁にですね、積極的に光合成をしているっていうことはなくなっていくと。まあもちろんね、光合成しなくなるっていうことではないんですけれども、ね、午前の方が活発に光合成してますんで、午前中に日が当たった方がいいよ。午後の日はね、別に当たんなくてもいいよ。っていう風な感じになります。もちろんですね、木はね、一日中ね、光合成してますんで、ただその量の違いっていう風な感じになりますんで、基本的にはね、まあ一日中当たった方がいいんですけれども、まあ、どうせ当たるならね、午前中に多く日が当たる場所の方がいいよと。いう風な感じのお話になっております。で、もうちょっとね、話しとくとですね、まあ、木はですね、その葉っぱがね、重要でですね、まあ、葉っぱだけじゃないんですよ。光合成はね、葉っぱが基本的にはメインで行っているんですけれども、そうじゃなくてですね、実はね、葉っぱ以外の部分でも光合成をしているというような感じでね、言われています。その葉緑体っていうのはね、いろんなところにあるんですけれども、例えばですね、わかりやすいところで言うと、梅とかね、新芽がね、緑色なんですよ。あれね、なんで緑色かっていうとですね、あそこの部分、枝の部分でも光合成をしているというようなね感じで考えられているからですね。他にもね、実はあれね、よくね、こう皮ね、梅でもね、皮こう剥いでみるとね、緑色になってたら生きてますよみたいなね感じのお話を以前にもしたことがあるんですけれども、それなんで緑色かっていうとですね、実はね、その古くなった幹でも少し少なからず光合成をしているという風な感じなんですよ。ですんで、いろんなところでね、まあ例えば実だったりとか、枝だったりね、葉っぱ以外のところ幹だったりとかっていうところでも実はね、光合成をしているよという風な感じになります。ですんでね、まあ朝日がね、もう全身にこう浴びたいよみたいなね、全身でね、光合成しているよというようなね、感じのものになっているということなんですね。で、その光合成なんですけれども、まあちょっとね、話ずれるかもしれないんですけれども、光合成ね、こうね、気孔ってね、葉っぱの裏にある気孔からね、こう蒸散してですね、それの代わりにですね、こう二酸化炭素を吸って、それで光合成しているっていう風な感じなんですけれども、その気孔がね、開いた時にですね、葉っぱの中の水分っていうのが勝手に出ちゃうよっていうのが蒸散っていう状態になっててですね、で、そのね、葉っぱを開けた瞬間に、二酸化炭素をこう勝手にね、入り込んできて、その入り込んだ二酸化炭素を使って、光合成していると。というような感じになっているというふうな感じになってますね。で、あとですね、まあもうちょっとね、お話ししておくとですね、シャクナゲがですね、冬の時期にね、こう葉っぱがね、くるってこう丸まるんですよ。あれがですね、実はね、その、蒸散を抑えるプラス、寒さにね、耐えてるよっていうふうな感じでね、こう葉っぱがね、くるって丸まるんですよ。で、だんだんね、今もう暖かくなってきましたんで、まあ普通に戻ってるというようなところもね、実はあったりすると。まあ結構ね、木はね、そういうふうな感じにしてですね、積極的にその栄養分を作ったりとか、取り込んだりとかっていうふうなことをやったり、
ったりとか、あとはですね、逆に積極的にですね、あんまり出ないようにしたりとか、ああね、もう防御してるよ、今は、みたいな風にしているっていうこともあるというようなね、感じのお話になっております。ですんで、しっかりね、この受精を保つ、受精って何の、木のね、その元気さを保つのであれば、必ずですね、やっぱりね、大事になってくるっていうところは、日が当たっているかどうか、もちろん、日が当たらなくても育ちますよっていう風な感じで、言われている木っていうのはね、結構あったりするんですけれども、まあ、ヤツデだったり、隠れ蓑だったり、銅弾だったりっていうのはね、あんまり当たんなくても育つよっていう風な感じでは言われている木ではあるんですけれども、基本的にはですね、日当たりがもう悪いところはね、好んでいる木っていうのはもう、ほぼないです。ですんで、そういう木だったりしたとしてもですね、なるべくならその朝日、積極的に光合成がね、している時間帯っていうのが基本的には午前中っていう風な感じになりますんで、そういったところに日が当たるところに、植えてあげる必要がありますよという風な感じのお話になっております。ということでですね、本日はですね、朝日が大事な理由はね、光合成をしている時間帯にね、関係がありましたよというようなね、感じのお話をしております。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録ともよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。